初めまして、えー、筑波大学で膵臓を専門に診療しております消化外科の小田達也です、えー、まず膵臓、えー、に影があるもしくはもっとはっきりと膵臓に腫瘍があると言われた患者さんにお会いしたときに我々専門家が何を考えるかということを話しましょうそれは3つのうちどれだろうかということです膵臓の中には全く振る舞いの違う性質の違う腫瘍が3つ含まれます 我々はそのどれかによって全く対応を変えますし、お勧めする治療法全く変わってきます。ですから、今回これから膵癌の性質や治療法についてお話しさせていただくわけですけれども、えー、一人一人が全く違うということをまずご理解いただきたいというふうに思います。多くの方がこの3つを区別せずに極端にがっかりしたり、もしくはピント外れに安心したりということが実は多いものなんです。 ですから、膵臓の治療を考える第一歩はこの3つの血どれかということを考えることです。